打球地点まで早いですよね、はい、あと2球で100球さあバッターボックス中村一成です。いいですね、ちょっと見ましょうよ、はい、1年目53試合2年目67試合そして3年目69試合というのがウエスタンの成績。さあプロ初打席に相対します。イチローさんと同じ番号ですね。そうですね、51、片や3000本打ちましたが、うん、これからこれから今シーズンのウエスタン成績をご覧いただいています。だけどファームではこれだけ変化するピッチャーはいないでしょう。あ、それは言えますね、それは言えますね。あ、だけどあまり細かいこと考えずに打ち当たっていったらいいんですよ。なるほど、ね、まあ、それが若さですからね、はい、外もっと際どい、今のはどうでしょう、見切ったというふうに見ていいんでしょうか。半々だな、そうです26歳になりまして勝負の年を迎えました。国際武道大学出身、決まってファールです。国際武道大学といいますと高橋光信がいますけどね、今もう大活躍してますね、阪神。そうですね、カウント2エンド2、6球目よく食らいついていってます。皆さんいいじゃないですか。いいですよ、いいですよ、対応してますもんね、はい、さて、たくさんのご応募いただきましたが、ただいまの時間をもちましてプレゼントの受付は終了させていただきます。ただいまの時間をもちましてプレゼントの受付は終了させていただきます。どうぞご了承ください。皆様ご応募どうもありがとうございました。中村一成のカウント2エンド2、抜けた、引っ張った、ヒットになった。しかもツーベースヒット。どうですか今のバッティング、矢沢さん。よく対応しましたよ、ね、え、今のチェンジアップ難しいボールですよ。ほらほら、なんか言ってる、やっと何か明るい兆しが見えてきました。ドラゴンズ素晴らしいな、4年目で初めて掴んだこの1軍のこの打席。いや、またフライシンガーから打ったんでよかったんじゃないですか。そうですね、去年の最多勝ピッチャーから打ちました。よかった、またラミレスの守備も良かったですね。さあそしてさらに若者を使います、うん、バッターボックスは歓声に包まれて、堂上直道初打席だ。そうですね、初打席が続きます。おお、頑張れ。いや、ちょっと盛り上がってきましたね。そうですね、4対1、なかなか優勝争いをしている中でチャンスが少なかったここ数年の若手。そうだ、直道くん頑張ってもらいたいな。背番号1を引き継いだ男、その上直道、バッターボックス、ワンアウト2塁、これ以上ない場面での起用、初球を打ってファール。ちょっと峰さん、この名古屋ドームの歓声の色も変わってきましたね。テンションが変わってきましたよ。そうですね、さっきの中村君は全ての球に対応してて、はい、ちゃんと最後捉えましたもんね。初の一軍です、初の席、中村一成ヒット、そして堂上直道さらに初打席、ワンストライク、投球2球目、打たされたファウルボール。2年目一軍に一度去年呼ばれたことはあったんですが、登録はなく、まあ、何か少し見ようかなという感じではあったんですが、今年に入ってウエスタン、ご覧の通り、あの落合監督と少し話をする機会があって、一番学んだのはただ振るんじゃなくてボールカウントだったりランナーだったりを考えるケースについてのバッティングを学びましたという話をしています。でもね、今の初球のね、はい、スイングを見ると、何もね、躊躇することなくね、はい、起きたスイングですよ。そうですね、第3球、これで2ストライク1ボール。よく見てる。実は今年キャンプインするときに体重は86キロあったそうです。ただしかし春の激しいキャンプで一気に81キロまで体重を落ち込みました。ただその後どの上のパワーが
だんだんとその体重の持ちを許しませんでした。正確な正確なコツキになってきてるね。ああ本当ですね。ツーエンドワン。空振り。しかしフライシンガーの術中にはまりました。ほろ苦いプロデビュー戦です。ただしかし何か可能性は感じる矢田さんバッティングすごいって言うと、なんかね、非常に大きさを感じるな、大きさ、伸びしろ数を感じますよ。あそうですか、なんかバッター矢沢さんがそうおっしゃるのか間違いありません。バッターボックスに立ってなんかあのムードがありますよね。ありますあります、いやというのはね、昨日ねあのフレッシュオールスター、これあのフジテレビの局でね、ちょっと受けてましてね、ご覧になったんですか。全部見てました、そしたら、ね